さあ、今回やっていくのは10番商店街というのかな、言わずと知れた8番出口ライクな、異変探しのゲームとなっております。まあ、何でも商店街にね、迷い込んだので、そこから抜け出さなきゃみたいな、そんな感じにはなってますね。まずはルールかな、商店街に迷い込んでしまった皆様へお知らせ。異変を見つけたら直ちに左に。異変がなければ右に進んでください。10番街の出口を目指してください。0番街には異変は発生しません。まあ、お決まりのね、最初の、マップは何もないよと、ここをしっかり覚えていってくださいね、的な、感じになっているんだと思います。ということで、ちょっとしっかり見ていこうかな。上、広告募集があって、満月があると。0番商店街。ちょっと上から、見ていこうかな。月。月は追いかけてくるパターンなんだな。うん。0番商店街とあります。これは？あ。なるほど。緑が何もなければっていう感じか。色が違うもんね。はい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 。はい。で、ちょっと裏側も見ていこうかな。0番の広告なし、0番商店街。あ、ダッシュもできる。広告募集と。はい。で、メモリージュースに、子連れの標識。お好み焼きのみっちゃん。なんかシミがあるね。これすごい気になるわ。このシミ何なんでしょうね。はい。そこら辺気になりつつ、隣。うん。山本時計店。うん。秒針は進んでるね。山本。で、カラオケ、最強家族カレー。すごいね。多分、家族で行くと、とてもお手頃な値段で、ワイワイできるんじゃないかなと思います。行ってみてください、ぜひね。24時間ぐらいやってんのかな？さっきのカラオケ店は。全歯科、イン。全歯科、10月10日ね。うん。これはなんか写真が変わったりするのかな？で、牛タン、モセモト。モセモトでいいの？ちょっと読みにくいね。モセモト。食、1、2、3、4、5、6、6つ提灯みたいなのが並んでる。デリバリー始めました。モセモトね。はい。他何もないかな。で、禁煙、ノスモキング。はい。だいたいこんなところかな。月はあるね。はい。よし。とりあえず やってみないことにはわからないからね。はい。一番商店街やってまいりました。上からまず見ていこうかな。なんかこういうのってね、順番決めといた方がやりやすいんだよね。一番商店。一番商店。はい。で、戻ります。おぉ、ちょ、あなんか飲み込まれちゃったけど。飲み込まれちゃいましたよ。戻されたもしかして。早速なんか戻されちゃったよ。じゃーい。びっくりした。いきなり異変が始まってしまってましたね。のんびりやってたら。じゃあまた上から見ていこうか。月はあるよね。はい。さっきの何？ねえ。いきなり黒いのがさ、あ、一番商店街。何もない一番商店街。広告募集。あれ、ここ標識ってもう一個あったんだ。こんなのあったっけ？なかったよね、これね。いや、多分ないはず。ほら、ここにもさ、あるじゃん。これ標識多分なかったよ。あ、標識、よく見れば、よく見ればめちゃくちゃ標識あるんですけど。これは明らかに異変ですね。ね、最初からああいうわかりやすい異変をバンバン出してくれるのは助かりますね。じゃあまた上からちょっと見ていこうかな。はい、月があって、広告2番。はい、で2番。月も来てるね。2番。2番。
はい。ということで、また端っこから見ていきましょうか。はい、間違えた。シャッターにキスしちゃった。ストレス軽減メモリージュース、シミもありますね、みっちゃん。で、山本時計店でしょ。で、カラオケは、最強家族割。で、泊まれストップに、10月10日のチェーン。で、モッセモト。モってこんな感じだっけ？ モってこんな感じだった？え？こんな感じだったのかな？なんかすごい違和感のあるモだよね。俺だけ？まあまあ、そういうことにしとこう。モが気になるわ。モ の癖のあるモが気になる。はい。ということで、今回は多分何もないんだね。何もないよね。不安になる。すぐ不安になる。このゲームやってると多分ね、みんなそうだと思うんだよな。すぐ不安になる。はい、行きましょう。はい、無事3。ということはもうあれで合ってんだな。はい、上から見ていきまーす。3番、無事3番来ちゃったね。いいんだけど。いいんだけどね。無事来るのはいいんだけど。はい、3番、広告募集中と。はい、また見ていきましょう。みっちゃん、シミ、あ、床にマンホールだらけ。ああ これはなんか嫌がらせだよね。目がなんかおかしくなっちゃいそうで、あんなにマンホールがあったら。というわけで、どういうわけだよ。無事4まで来ちゃったね。何はと思われ。じゃあ上から。これあれじゃない？まあ、最初の不意打ちはちょっとね、やられちゃったけど、結構やりやすいゲームですね。面白い。しかも面白い。いや、こういうゲームってやっててね、なかなか、あ、逆になってますね。4番。4番商店街逆になってる。はい。あ、やべえ、サクサク進む。あっという間に出口行っちゃうんじゃないかな。はい。広告募集中の5番。あ、月見るのがセットは。はい。満月の夜。最近ね、結構月が赤い時とか多いですよね。そんな気しません？まあ、僕は夜勤なんでね、よく月を見ながら歩くことも多いんですけれども、なかなかね、赤いとなんか不吉なイメージがありますけどね。あれは大気の状態によって変わるのかな？たまにシャメ撮ろうかなとか思ったりもするけれども。はい。みっちゃんね。みっちゃん、みちみちですよ。山本。で、ここ変わんないね。最強家族ワーリー。で、止まれ、ストップ。で、ツェーン、歯科医院。ツェーン、歯科医院。変わんないよね。変わんない。特に変わんないな。でも、絶対いずれ何かあるよ、これ。間違いない。牛タン、モッセモト。これ元がね、なんか糸になるとかありそうじゃない？食。ないね。何もない。今回は何もなさそうだ。禁煙。はい。ということで全部見て何もなかったようなので、いきますか。こっちだな。えい。はい。無事6番。じゃあ、ここで月見て、広告募集6番商店街。6番商店街。もう黒いの来ないよね。あ、来てる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 。やばい、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 やばい。来てた、あいつ。でも今度は間に合ったね。よかった。え、何？あ、なんか飛んでる。なんか飛んでるぞ。あ、何あれ。きりとは見えないけど、なんだろう、クジラ？クジラか。
クジラっぽいね。クジラだ。なんかよくこういうのってアニメとかであるよね。空をクジラが飛んでるみたいなね。すごい幻想的でいいんじゃないですか？まあ、ちなみにクジラはこういう鳴き声なのかな？ それは知らないけど。はい。クジラに乗ってみたいですね。クジラ。最大の哺乳類。てか生き物の中で一番でかいんじゃねえかな、哺乳類。あのクジラってね。クジラクジラ。よし。8番。あ、やべえ。もう8番まで来ちゃったよ。はい。ということで、8番。はい。ん？もう急に画面が止まったりするのが気になる。8番。8番。8番。はい。ほんで、メモリージュースね。おお、また間違えた。横に行こうと思ったら、前に思い切りダッシュして、シャッターとキスしちゃうんですけど、あれ間違えた。指がどうかなってんの、これは。操作を間違えちゃいます。横に進もうと思ったら、前に突進してしまうっていう。はい、カラオケ、カラオケ。で、止まれ、ストップで、誰かが覗いてたりもしないね。10月10日、オープンの全司会員。ん？あ、一緒か。牛タンも背もと。びっくりした。何も違ってないのに違ってるように見えちゃったから。食食食食食デリバルを始めました。も背もと。変わんないね。糸になってないよね。元が。うん。絶対それ系の間違いあると思うんだよな。はい。変わんない。変わんないね。本当に？ 本当に？本当に変わんない？よし。大丈夫。自分を信じて行こうと思います。こっちだっけ？よし、Q、来た。あ、なんか勝手に画面がグイッって動く時があるんだよな。バグなのかな。まあそんなことはともかく。9番。9番。で、9番。星は？星じゃない。月は見える。9番、9番。広告。はい。今のとこ大丈夫。で、看板とか大丈夫ね。みっちゃん。みっちゃん、みちみち大丈夫。で、山本。この、なんかね、この絵というか、これもなんか変わりそうだけどね、目が追いかけてくるとかないよね。ありがちな異変だけど。あ、ない。家族割がない。よし。楽勝。楽勝。さあ、行くぞ。あ、よし。あ、小鳥のさえずりが。10番商店街から出られます。ドン。はい。割と 割とあっさり、クリアはできちゃったけれども、なんか異変自体はね、結構やりごたえというか、見ごたえのある面白いものばかりでしたね。これ全部でね、異変どれくらいあるんだろう。なんかすごい出てきたけど、ちょっとスキップしちゃうよ。はい。23って見えてますね。23。残り23あるんだな。はい。まあ、とりあえず1回クリアしたんで、この動画に関しては、ここら辺で一度終わりにしたいと思います。